1976年のヤクルトスワローズでは、1976年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、荒川博監督の3年目のシーズンであり、荒川に代わって監督に就任した広岡達郎監督の1年目のシーズンである。スワローズとなって2年、今年こそ勝ち越して A クラス入りしたかったチームだが開幕ダッシュに失敗。 5月に入ってからも低迷が止まらず、5月13日には荒川監督が負けが込んだ責任を取るとして休養を発表。急遽、広岡ヘッドコーチが監督代行として指揮を取り、6月17日から正式に監督に就任。広岡新監督の下、チームは5月後半以降立ち直り、中日と4位争いを演じたが、開幕ダッシュの失敗が響き声に終わった。 当主人は、アトムズ時代からのエース、松岡博士、安田武史がローテーションを守り、1978年の初優勝にも大きく貢献した、鈴木幸次郎や井原慎一郎が対等するなど、明るい話題もあったが、松岡、安田と共に、ヤクルト不遇の時代を支えた、浅野刑事が、腰痛の影響で成績を落とし、チーム防御率が、 前年の3.31から3.88へ低下。打撃陣では切り込み隊長で3割常連の若松、つトムや、主砲のロジャーレポーズ、日本ハムから移籍2年目の大杉克夫が、例年通りの成績を残し、水谷慎太郎や杉浦徹などの若手も、対頭したが、新外国人のチャーリー・マニエルは、日本の野球に対応できず成績が伸び悩み、チーム本塁だわ。 リーグ再開。シーズン終了後、エースの浅野は、広岡監督の古巣である巨人へ、トレードされた。ありがとうございます。